タイム制きた、勝ちました。どうも時の魔術師です。今日もねマジ最強、史上最強戦法を持ってきた。いろんな、なんか史上最強戦法は見ましたけど、これマジでね、今回レベル違うね。今までがイージーだとしたら、今回はベリーハードみたいな。従来のストック、まあ、いわゆるストック制ではなく、タイム制にすることによって、あいだ、来た、これ、あ、やべ。でも、こいつを、倒せば、見た？俺は見た。どうもこんにちは、見てません。タイム制だと、足つりが倒しても得点入るのよ。これ最強すぎない？戦う必要ないのね。対話拒否、まあ、こういうなんか攻撃できないやつはマジいらないんだけど、必要ないんだけど。でしかも小勢じゃねえ。自然にすぐ乗って、可愛いね、今ね、猫の姿みたいな。相手がね、足つぎやとか取る前にしまったりできるみたいな。でこういう動かないやつはマジかも。相手気づいてないのよ。これ倒しちゃえば出すことによってマイナスになるんですよ。で、しかも何発か殴るだけで、もうピカピカ。あと一発。なんですか？ビジネスフレンド？ YouTuber 解散じゃん、お前ら。もうしかも名前で、はめ嫌いそうな名前しんじゃん。でも、足つぎが相手取ったらピコピコハンマーで殴るとはめられるんですよ。もう偽装もできる。絶対強い。悪用元気、人用心。あ、来た。あ、はめました。来た。これ今から1分がこの画面です。よろしくお願いします。見て。ヒデさん見て顔。いつ、心なしかいつも楽しそうでしょ。いつもね、自分の部下にやってますからね、これ。市役所の裏の方からたまにピコピコハンマーで殴ると聞こえるらしいからね。これだったんだね。ブラックでパワハラの森。第3回、やばい、ちょっとやるか。ミタのサービス残業始まりました。ちょっと絵面かなりやばいな。梅雨がね、史上最速が切るみたいなニュースがありましたけども、やっぱり健康にはね、気を使ってるんですけどね、ドッキーさん。あ、よく飲む。あ、それ、梅雨じゃなくて、左右ですね。あ、もう、やめてください。もう、迷うと。カラサルス寄りのドッキール的なね。なるほど。まあ、僕は雨嫌いなんですけど、トリトドンさんは、呼び水で回復するかみたいな。これ強くないってか。普通にもう、3対1なんだけど、これで諦めない相手も相手だな。もうすでに日本選手して、しかもさらにこっからどうせあと1回くらいを殺せるから、そしたらもう実質3対1。もう勝ちやん。3対1、もう3対8、あ、もう3点入ってんだ。で、これ倒したら4点目だよ。強すぎ。あと5秒ね。これマジ悪用厳禁でしょ、これ。これもうね、今までなんかロゼチコのなんだっけ、ロゼチコポケモンモンスターボールみたいな、流行るみたいなあったけど、もうこれが入りますよ。あ、見てほら、心なしか、満足そうな顔してる、千鶴さんも。圧倒的じゃん。しかもこれなんと、VIP でやってるって、もうこれ害虐です、僕はもう。おいそなさん、ペルソナ中国版みたいだな。なんか最近の任天堂ダイレクトでなんかペルソナ出るよみたいに言ってたね。ペルソナ知らんすぎて、原作でも空間一段から空与都市の上相撲が強いってだけは知るんだけど、それ以外はマジ何も知らないんだよね。これ上京強すぎない？これ。上京と空上ね。上に対してもう強い、本当に。未来に登っていく。空上、上、そしてパチンコ。もう不老所得応援チャンネル、私は。あー、取っちゃった、やべ！取らせようと思ったんだけど、あー、このタイプか。右や勝つに、3万ポイントかけます、私は。で、普通にこの、マーマレード剣が強いんだよな。マーマレードじゃねえや。また1た。やばすぎだけど。あ、これちょうどさ、なんか、今噛み合って殺せ、しない。強すぎ。普通にもう、なんかまたなんだっけこいつ、マーマレードじゃなくて。なんかもうダメだ、毎回わからない話、なんかさ、この前の動画もさ、同じ話して、帰ってこなくね。はい、余裕と。なんか同じ話しますよ、みたいに言われてさ、もう、で、この話もしてんだよね。だからもう、負の連鎖、自然スパイラル入ってんだよね。来た。来ました！第4回、ラジオ、見たのサービス残業始めました。今回ゲストをお迎えしても、あ、危なかった。あららららら、あ、たぬきさんですね。よろしくお願いします。何でしょうかね、こいつはね。動物の森って、まだ、ちょっと集中すんだよ、これ。まだ流行ってるんですかね。あ、なるほどね。でもそれより、鉄球で頭弾いた。危ない、待って！たぬきさんありがとう。番組打ち切り。アシストフィギュア戦闘力的には相手の方がちょっとわずかに高いかもしれない。この生えた時ね、エイムがちょっと終わってるんだよね。コントローラー壊れちゃってるんじゃないかみたいな。こいつ出すぎだよね。なんかポリゴンみたいな、ちょっと収録場所間違っちゃったなみたいな。ゲーム出てくると違うんでしょうね。でも殺すぞ。あと一撃、いや、あと二撃ぐらい必要だ。これ下落ちたらさ、死んで、来た、帰んないで。あ、もう帰っちゃった。無理。お持ち帰り不可能でした、私は。136とか、普通に後ろ投げ強いからね、これ。それ、斬新チャンネルだね。取りながら動くか、それはちょっと頭の中に入ってなかった。やばい、これマジでまずいわ。普通に流れ、一回取るか。なんなん、この、キモいパンプジンみたいなやつは。出すぎじゃない、こいつ。なんか、絶対、ガチャ的に、あ、やべ、これバス、あ、やばい。今、同点か。やばい、待って。やばすぎ、普通に。あー、こいつ。待って、これ敵かと思ったら違ったわ。待って、これどうしよう。あ、これ敵じゃん。普通に敵だよ、だよね。シャドンデスに持つ、え？あれ ?22 だよね ?22 だよね、え、早すぎて分かんなかった。あ、アシスフィギュア分って弱いのか、もしかして。タカシ、お、よろしくお願いしますって構文になって、いいね。気持ちいい対戦できそうだ。まあ、こっちははめる、これさ、下投げ食う前で、ね、もう一回打ち返ししたの読んで投げとかの方がいいだから、これ。ね、コメントで負けてる方が面白いんですけど、みたいな。ごめんな、俺も、最近負け、来た。はい、はい、はい、もう、ああ、もう、はめ。はい。ちょ、337拍子したいな。ちょ、崖まで。あ、ちょっと難しいな。
はい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 、甲子園頑張れみんな、甲子園もうこれ俺がこれ応援する。はい337拍子、はい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 、終わり終わり、やばい、あーくそ、傘当てたかったけど取られちゃった。しかもこれ結構強いんだよな意外と。なんだ今の、やばい今見ちゃ、今やばいやばい、ちょっと待って、今見ちゃいけないものを見たかもしれないけど、でもでも確かにわかる、もうこの戦法されたらぶっちゃけ煽られたところで、あーもうね、全く私が悪いです、全てが。あ、ちょっと強すぎ、普通にまずいな、ちょっと待ってくれ、ここに来てこれ結構マジ 不勝無敗戦法だったけど、こいつ、いやでもうわ何も言えない、グーの根も出ん、グーの根も出ん、やばいやばい、もう早すぎ、コンバーターかな、とんでもない速度で屈伸してるんだけどこいつ、どうリモコン壊れちゃうんじゃない、もしかしたら。でも確かにもうこのいつもだったら、いやちょっと何煽ってるんですかぐらいの気持ちで言うだけ。あ、これね、こいつ殺しやすいんですよ、この足続きは。固まってるところに殴るとダメージが重複するから、あと一発 OK、 まだ勝てる、こっからでも勝てるんですよこの足続きは。あ、もうすごい曲線動きながら横スマ当たりすぎじゃない俺、どんだけ、やばい、すごく早い、早すぎる屈伸が、こいつ殺してな、やばい待って、絶対今何ポイント入った俺、3ポイントくらい、このスプリングマンを殺せば、すごい普通に通り過ぎてくじゃん、くそこいつ、やばい、だんだんなんでこんなに俺屈伸されなきゃいけないんだってきた。でも相手が相手のルールじゃないって考えたら確かにちょっと申し訳ない、もうね、申し訳ないって気持ちしか出ないけど、申し訳ないっていう気持ちと勝ちたいっていう気持ちと、なんでこんな煽られてるんだっていう気持ちで、この3つが全てが兼ね揃っていて、俺の今気持ちがね、ダメだった。あ、負けましたこれ絶対、せめて1回来い、死ね、あ、メテオでもね、絶対また煽られる、絶対煽られるわこれ。しかもこのタイプの煽りはね、リザルド連打だね、これもう絶対、もう俺分かるから最近 やりすぎて、ほら、あ、違う、ほらほら、あー、もうちょい、もう一回やりたい、もう一回やりたい、もう一回、もう君のルールでいいからやりたい、マジ、お、こいつマジかよ、3スト7分とかかと思ってよ、うん、それならまあいいと思って、ことんでもねえクソルールじゃないか、これ、あー、もうやっぱ許せなくなってきた、さっきの煽りが全く許せない、こいつこいつ芝居たるわ、うん、煽りは基本的にちょっとダメだけど、ダメね、動画にしないって俺思ったけど、これだけはマジ許せ、あんだけしゃがまれたんだよお前、まあ、足つみぎは出して勝って気持ち、はぁ、なんだよその一つトップ、見てる顔、任天堂。スティーブのリザルト消し決まったら、リドルのシャス負けせまでで、しかもなんかやべえ、電車にいるおっさんみたいに出てきたしよ、こいつ。こいつマジでくっそ強え、こいつ、お前、なあ、誇れるのか自分に。それで足つみやで勝って、お前足つみや出す瞬間に、しゃがみ始めやがってよ。お前みたいな、縦だっけ、横だっけ、斜めになっちゃった。あ、ライコーかもしれない、俺。絶対勝つ。オッケー。くっそこいつ、もうわかんねえよ、何がなんだか、もう、ね、どうなってるかもわからん、マジで。しゃがみ早すぎだよ、お前。こいつ、殺せるだろ、もう。リオレース、こいつ殺してさ、なんとかしない、勝てえよ、お前、マジで。硬すぎ、硬くりなんだけど、あのリオレースキャッツ。もうなんか恐竜、化け物しかいないじゃん。自然だけだよ、この今、この場にいる癒しは。わかる、これ。でも、終わって、こいつでも勝てえしよ。煽るんかと思ったらしゃがんだだけ、煽りキャンセルって新しいエフェクト、コック川崎、お前頼むわマジで、おっし、オッケーオッケー、こいつ殺せねえかな、こいつコック川崎こ殺せたら俺勝てるんだけど、こいつ殺せないの、どうにかできんマジで、相手にさダメージ出てもらって俺が捕まん、オッケー、仕事してくんない、ちょっと、あ、はめたかったけどはめれなかったマジで、いや、モンハンやっとけってマジで、リジョリーちょっとダメだ、本当にダメだ、ちょっと頭が上がってきたじゃない、死んだし俺、本当、いや、また負けるわこれ、もうちょっと、もうダメだもうダメだ、終わってる俺、ちょっと次、もう次で決めよう、勝って逃げよう、絶対あと1回やってもう逃げるわ、もうダメだ、こいつに全て破壊されてる、戦闘力も何も、おめでとうございます、あ、終わってるわこいつマジでぶっ殺してるからな、お前マジでこいつ思ってんだろうな、こいつずっと連戦してきて、弱いくせにいい4分だなと分からしてるからな、お前、これで俺が勝ち逃げして勝って試合に抜けて、もうどっちが気分よく終われるかみたいな、マジ分からしてるからな、本当にもう真剣やります、これマジでめちゃくちゃだ、こいつ、うん、で、お、どっちが強いか、また出てきた、そう、もうなんなんこの電車でリアバイやつ、3回目なんだけど、これこっちなんか塾講師の OL みたいなの出てきてさ、副社回してる場合じゃないんだけど、たかしじゃねえし、しかも名前こいつおかしいじゃん、甘えじゃんこいつ、立ち回り甘くねえけど、ちょっと上手いんだよねこいつ、腹立つ、こいつ殺そう、あ、意味ねえ、この試合じゃねえや、横すま、いや意外と、あー